あらめさん、こんにちは、ゆずひかです。それでは今回なんですけども、折り紙ペイから唐揚げくん108円、折り紙ペイのお得なクーポンを一挙に紹介ということで、今回は折り紙ペイからお得なキャンペーンが3つほどありますので、早速お伝えしていこうと思います。ということで、まずはこちらですね。割引バーコードを使って唐揚げくんが108円。期間は6月の18日から6月30日までということで、まあ、すでにもう始まっていて、今月いっぱいまでということですね。まず内容なんですけども、折り紙アプリにお支払い方法を登録して割引コードを利用すると、唐揚げくんが108円になるということ。そして期間中先着90万名様まで。で、お一人様3種類の中から期間中1個までということになってます。で、今回その対象商品っていうのは、唐揚げくん、レギュラーとレッド、そして北海道チーズの3種類という風になってます。キャンペーンの対象者なんですけども、折り紙ペイアプリに金融機関口座もしくはクレジットカードを登録されている方となってます。で、対象店舗に関しては、唐揚げくんを取り扱う全国のローソンで、ナチュラルローソンとローソン100は対象外となってます。で、使い方なんですけども、まあ、ちょっとこちら折り紙ペイのページがちょっと可愛いのがあったんでピックアップしました。まず1、レジにて対象の唐揚げくんを注文。2、折り紙アプリのホーム画面内のキャンペーンバナーをタップ。3、キャンペーン内の割引コードのバーコードを表示されていることを確認。4、レジでバーコードを提示してスキャンしてもらう。5、折り紙ペイアプリのコード支払いに移動して唐揚げくんを購入というような流れになってます。他にもですね、ワタミ未来坂トリメロで使える折り紙で半額という最大540円オフになるクーポンがあったりですとか、あとはこの神戸三宮エリアでしか使えない札幌生ビール黒ラベルのキャンペーンなども行っているということですね。まあ、一応詳しくは下の概要欄にキャンペーンのリンクを貼っておきますので、そちらの方をご確認してみてください。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。折り紙ペイのキャンペーンの紹介でした。今月はですね、他の QR コード決済のキャンペーンもかなり盛り上がり始めているので、まあ、ぜひうまく使っていきましょうということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。